はい、皆さんこんにちは、つかさです。本日は視聴者さんからね、コメントで声低いですねみたいなコメントをいただくんですよ。声低いですねとか、あれ男なんですかとか、いろいろ聞かれるんですね。まあね、初めてね動画を見たっていう人ももちろんたくさんいらっしゃるでしょうから、そうやっていうコメントが来るのはもちろん仕方ないんですけれども、私はですね、生まれた時は男性です。でも今は女性として生きています。察して私、性転換手術をもうしている状態になっておりまして、性転換手術をして変わったことは何かっていうお話もできたらなと思いまして、ちょっと今回は動画をね撮らせてもらってます。それこそまあ、コメントだけじゃなくて DM とかでもいただくんですよね。手術してなんか変わったことはありますかとか、まあまだね手術をしていない子だったりだとか、同じ感じの子ですね、生まれた時は男性でもなんか手術をしてちゃんと女性に変わって生きていきたいっていう人たちの質問なので、ちょっと真面目に答えていこうかなと思います。いわゆるその私みたいな、なんて言ったらいいのかな、ニューハーフっていう言葉を使いたくなさすぎるのに、うまい言葉が他に見つからんけど、別の同種族の方から DM でいただくんですよ。実際変わったことは何ですか？これに関してはもったいぶってもしゃあないので、はっきり言います。ほぼ変わりません。これは夢を打ち砕くとかそういう意味ではない。もうそれだけは分かってほしい。全くそういう意味はなくて、生活面においての変化っていうのが特に変わりはないです。正直言っちゃうと、確かに言っちゃえばビキニは確かに履けるようになったし、でもさ、ビキニ履く機会なんて夏しかないし、なんなら去年の夏多分行ってなかった気がする。行ったかい、沖縄一回行ったぐらいだから、別にそんな着る機会もなかったし、生活においてここが変わったっていうのがポジティブな意味ではあんまり正直なくて、マイナス面というわけではないけれども、まあ術後のケア、いわゆるダイレーションっていう作業があるんですけども、そのダイレーションっていう作業をする時間を取らなきゃいけないくらいですね。まあマイナスではないけど、しなきゃいけないことがちょっと増えたよっていうぐらいなんですよね。正直言っちゃうと、私の場合は別に職業も確かに変わってはいるけれども、別に性転換手術はしなくたって転職ぐらいは今の時代結構できたりとかするんですよ。私ちょっとびっくりしたんですけど、 YouTube の広告の下のところって言ったらいいのかな、 YouTube のところにも LGBT 専門の転職サイトみたいなのもあるぐらいだし、まあそれがなんかどういったものかちょっと私も使ったことがないんで知らないんですけど、まあそういうのもあるぐらい、意外と LGBT と言われるその性同一性障害の人であったりだとか、ゲイ、バイ、レズの人でも気軽に働けますよっていう転職ワークっていうんですか、まあそういうのもあるぐらいだから、確かに私の場合は性転換をしたから職業は変わりましたけど、でも性転換をしなくても多分職業は変えられるから、別に特に変わったっていう点ではないと思っちゃいますし、だからなんて言ったらいいんだろう、性転換をしたから特別変わったっていうことが正直あんまりないんですよ。でもね戸籍は変えることができます。できるから、まあ、病院とかね病院ってすごいんですよ。なんか普通に身分証を出すじゃないですか。で、その当時私彼氏がいたんですよ。ちょっと病院ついてきてもらって風邪ひいちゃって、で身分証を出すじゃないですか、保険証を出して、それですいませんみたいな感じで一緒になんか待ち合室で待ってるわけですよ。そうするとさ、なんか私の本名でさ、なんとかさん、なんとかさんとかつって言ってくるわけよ。まあ私のことを見つけてくれてさ、体温計とかを持ってきてくれたんだけど、その時にその持ってきてくれる時にその彼氏の方に渡されて、いやまあ確かにそうだよなと思ってさ、代わりに出してあげたんだ彼女さんがみたいな感じになるわけじゃん。だから、あ、私ですなんて言うのもなんか辛くてさ、そういうめんどくさいことは解消されますね。そういう意味では、まあいわば結婚もできるしね、そういう意味ではポジティブな変化はあります。まあホルモンバランスも変わらないんですよ正直。しかし内面がすごい変わったなって自分で思います。動画でもちょろっとね上がったりとかしてますけど、性転換して直後がすっごいやみすぎてめっちゃ大変だったんですよ。なんていうのかな、言葉にすごく敏感になる、すごく失礼なことを言ってしまうかもしれないけれども、性同一性障害で結構なんて自殺率が高いって言われてるんですけど、その自殺する人の気持ちがちょっととだけ分かった気がするっていう感じ。あんまり深くは言うつもりはないですけど、まあそんな感じはやっぱりしましたね正直。
すっごい気に病むことが多かったんですけど、私の場合は友達だったりだとか家族だったりだとか周りにいて一緒に支えてくれる人がいたので、ポジティブに戻ることはまあ結構かかりましたけど戻ることができましたね。友達とか家族とかっていう話もしましたけど、これ本当皆さんからのコメントとかも、あの性転換手術の時のコメントがもう本当にとにかく嬉しくて、読み返して嬉しくて泣いちゃったりとかするようなこともあったので、応援メッセージをくれる皆さんのおかげでももちろんあるんですよ。本当に本当にいつもあんまり普段ねあんまり言わないからちょっと照れちゃいますけど、本当いつもありがとうございます。で、その後よ、その後、自分の内心に変化があったっていうのはその後の話ね。私めちゃくちゃ純粋になったと思うわん。過去の動画をちょっと多分見てると、こいつチャラそうだなって思う人結構いると思うの。っていうか実際チャラかった。めっちゃチャラかった。一夜の関係みたいなのも結構ありました。私昔。じゃあ、あったんだけど、性転換手術をしてから、そこの気持ちがすごく入れ替わってですね、自分が求める姿になれたわけだから、その姿ぐらいは大事にしようと思ってですね、未だに処女。確かに年齢もあるかもしんないよ。年齢もあるかもしんないけど、生まれ変わったなっていう風に感じることもちょいちょいあとありますね。勘違いしないでほしいのは、なんか別に過去のことを別になんかすごい後悔してるわけでもなければ、何にもそういうのが正直なくて、全く過去あっての今の自分でもあるし、確かに間違いもあったし、いろんな遠回りも多分しただろうし、変に近道しようとした時もあったけど、今がね、今でとても幸せに生きていけてるので、それはそれですごい胸張っていい過去なんじゃないかなって思ってるタイプなんで、別に過去のことは別にあんまり後悔とかはしてないです。でもさ、なんか新しい自分っていう感じはするよね。あー、新しい顔よーみたいな。ごめんね、ちょっとびっくりしちゃったね。これって別にその性転換の手術だけじゃないかもしんないけど、今見てくれてるあなたはもしかしたら私と同じ同種族の方かもしれない。でもそうじゃない人も今見てくれているかもしれないですけども、これは同じことが言えると思います。もし病んでいるのであれば、その病んだ後の人生、病み切ってそれを乗り越えた後の人生ってめちゃくちゃ楽しいんですよ。本当に病んでる時ってやっぱりさ、なんかもう、なんか死にたいとかって思ったりとかするじゃん。でもなんか死にたいとかって思っても、その死にたいとかって思いながらも、逆に死に物狂いでやってやろうみたいな、死んだ方が楽なのかなってことは決してない。なんでかって言ったら、死んだらもう全てが終わりだから、もう絶対ありえないから、そんなことは。もうこれを本当に心から言うよ。たまにね、なんかもうこういうことがあって辛いです、辛いみたいな感じのなんか DM もいただいたりするんですよ。別に今のをバカにしてるわけではなくてね。本当にそういう風な DM いただいたりとか、本当死にたいです、みたいなこといただいたりとかするけども、あなたが今何をどう思っていようが、時は進んでるし、どんどん年は取っていくの。自分がさ、病んでさ、考え込んじゃったりだとか、すごくいろんなこと考えてる時とかってあるじゃんね。そういう時ってさ、時間の流れがものすごくゆっくりに感じたりだとか、時間が止まってる感覚でいるかもしれないけど、違くて世界はそんな時でも回ってて、頑張っている人もいれば明るく生きている人もいるし、今病んでる人のように病んでる人もいるわけですよ。どっちの方がなんか人生謳歌してるかって言ったらさ、やっぱりさ、楽しく生きてる人が一番人生謳歌してるじゃんね。まあそんなね、私もなんかすごい深く考え込んじゃう時間がすごくたくさんあったので、やんなきゃいけないことはもちろんやんなきゃいけないし、友達と遊ぶのも譲れないし、今は全然そういうのは全くないけど、いずれかは恋愛したいしみたいな、仕事も友達も恋愛も全部自分なりに楽しんでいきたいんですよ。だからそういうスタンスでなんか何でもやっていくと、なんかすごいちょっと人生楽しいなっていう風に思いました。なのでまあね、病んでっていう時と比べたら、今ものすごく清々しく生きてます。ちょっと話戻っちゃうけど、性転換手術をしたからってみんながみんな病むとは限らないですよ。性転換したとイエーイみたいな感じでなんか楽しく生きてる人だっているし、私みたいに考えちゃう、混んじゃう人もいたりとかするし、まあ人それぞれだよね。まあ性格っていうのかな、わかんないけど、まあ私はなんか落ち込む方だったってだけなんですけど、だから性転換するからといってみんななんか精神がおかしくなっちゃうわけではないかな。そう、その辺はちょっとね、勘違いしないようにしてほしいなと思います。まとめると、生活で変わったことは、やることがちょっと
っと増えて、めんどくさいことがちょっと減った。気持ちの面はね、まあ言ってみんな性格ですから、私みたいにちょっと鬱状態に入るかもみたいな感じの人はね、よろしかったらこの動画見て、ちょっとああこういう風になんか感じになる人も私だけじゃないんだなっていう風に思ってもらえたら嬉しいなという風に思います。はい、ということでですね、本日の動画はいかがでしたでしょうか。今回はね、メイクとかも全く関係なくて、2、3ヶ月に1回ぐらいのペースで出すその性別に関しての動画になりました。まあ経過報告でもあるのかな。まあそんな感じになりましたが、参考になる人の割合はものすごく少ないかもしれないですけど、少なくてもいいので、もし今なんか悩んでいる人だとか、ちょっと辛いなって思いしてる人だったりだとか、これから性転換する怖いなって思ってる人とかもね、こう実際どうなんだろうって気になってる人もね、少しでも届けばなと思います。はい、ということでですね、この動画がもしちょっとでもいいなっていう風に思ったらですね、高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、以上、つかさでした。バイバイ。